さあ今日はこのウーメンウィルシンポジウムにやってきました。ウーメンウィルプロジェクトは女性がもっと輝くためにということで Google さんが、展開しているプロジェクトなんですが、それにホリプロ保育園も参加するということでですね、今日はハッシュハッピーバックトゥーワークということで、一体何が行われるんでしょうか。行ってみたいと思います。家族をチームに、チームを家族にと、女性がさまざまなライフイベントを経ながらキャリアを継続できるよう成長の機会を提供します。覚悟です。覚悟、自分がその生活ができるかなっていう不安はあります。いじぐらねバイバイ。じゃあね。はい、よろしくお願いします。やっぱり仕事もして帰ってきてから家事もしてっていうのを全部完璧にやろうとするとすごいストレスがたまるんじゃないかな、そうやって毎日を過ごしていくのはちょっと辛いんじゃないかなっていうのも今思ってます。子供を保育園に預けるので保育園でちゃんと慣れてくれるかとか、病気でやっぱりしょっちゅう呼び出されるんじゃないかっていう不安ですね。子供がいるからってできるだけ言い訳を言わずに仕事に対しても誠実にしたいし、子供に対しても仕事やってるからって言い訳せずに誠実にしたい。ただうまくいかないのは分かった。復帰したママはできないって声を大にして言う。子供たちに幼い頃から子育ては大変なんだと、パパの協力なくしてはできないっていうことを伝えるということです。子供に小さい頃から子育てについてもっと知ってもらって、パパとママとみんなで育てる、男女関係なく育てるんだということを子供に伝えていけば、イクメンの土台ができるんではないかと。それでそこから、日本全体が、パパがもっと参加するのが当たり前になっていければと。今日はママがハッピーに復職するためのアイデアをですね、みんなで出し合って、共有したんですけども、いやー面白かったです。もういろんなアイデアがあって、やっぱりね、こうやって一人一人声を出して提案していくのが大事だなと思いました。つながる、発信する、一人一人がやっていくっていうのがね、すごく大事だなって感じましたね。ホリプロ保育園もあなたは一人じゃない、つながっていきましょう。これを提言していきたいと思います。皆さんもぜひこのハッシュハッピーバックトゥーワーク、こちらで検索して、どしどしこの復職するためのね、ハッピーなアイデアを、投稿してみてください。ハッピーな復職をみんなで応援していきましょう。